すみません、たびたび、ここから VOL、さんです。凡人の僕が言うてることとちゃいますよ。あのお釈迦さんが言うてるんですよ。これ以上、何を話せって言うんですか？あ、お前、さっきまで俺に質問ばっかりして、これで終わりって、ちょっと冷たいやんけ。他にないんかいな？そうですねー。どうせ、また怒るし。あ、怒れへんから、先生、もうちょっと話してよ。怒りません。で、お前から先生になってるし。あ、怒れへんちゅうてるやろ、怒ってるし。あ、すまん、怒れへんから。じゃ、前の質問に戻っていいですか？あ、なんや、前の質問って、なんで、死ぬことが怖いんですか？ってやつです。あ、それか。そら、死んだら残した家族も心配やし、あれもし損なって、してへんしとか。お、なんか素直になってる。あ、じゃかましい。あ、怒った。あ、だから、すまん。もうちょっと話して。あさん、実はあさんの言ってること僕もよく、わかります。あ、そやろう。お釈迦さんがそう言うた言われてもなぁ。ではなくて。あ、なんやお前、死んかえるんか？おのれ。あ、怒った。あ、だから、怒ってへん。やっぱり怒ってる。あ、ごめん、もうちょっと話して。今さっき、言いましたけど、死ぬことって、自分の思うように配管っていう話だったでしょ。死ぬのが怖いし、いや、って言うてても、しゃあないんです。そう思うことが無意味なんです。あ、それはわかったけど。じゃ、僕たち派なんで死ぬのが嫌なんでしょ？あ、かぁ、ここに来てまた質問かいな。今、ゆうたやん残した家族が心配やとか。あ、忘れてました。そうでしたね。あ、どつくぞ。あ、怒った。あ、だから。そういえば、本で読んだんですが、確か終末企業に携わっている医師の話でした。あ、ほう、その先生ね、僕にしたらええ根性してると思うんですが、患者さんにアンケート取ったらしいです。あ、なんの？今、なんか後悔することない？って、あ、無茶しょんの。ねえ、僕もそう思いました。確か、50個ぐらいありましたわ。タバコをやめんかったから、こんな病気になって死でしまうことになった。なんでタバコやめへんかったんやろ、とか。僕も、タバコ吸ってんですよねー。あさんは、あ、俺も吸ってる。で、そんなこと聞いたんでしょうね。終末期の患者さんに。あ、無茶しょんの。でね、僕、それ見た時にゾとしたんですけど、その50個ね、当たってることよけあったんです。あさんも、多分、当たってること多いと思います。すぐ、怒るし、あ、怒る気もならんようになってきた。しめしめ、あ、どつく、やめて、あ、いや、どつく、じゃ、もう話せえへん、あ、ごめん、話して、どつくもん、あ、どつけへんし、ごめんやし、だからもうちょっと話して、ということで、僕ら、死ぬ前にやらなあかんこととかあったら、それ、やったら、後悔することが少なくなると、思うんです。と思いません。あ、なるほど、とりあえずそのことについては腑に、落ちたわ。それをすることを、終活、って、言うんです。実は、僕、これ広めたいと思って活動中なんです。あ、そうか、でも具体的には、ようわからんけど、一緒にやりましょう、僕と、ホームページも見てくれると嬉しいです。http://yosi.info です。あ、OK。じゃ、連絡するわ。待ってます。ありがとうございます。長々と見てもらって、ぜひ、あなたも就活してくださいね。